い、今回はですね、うん、東京都中野区にやってきました。はい、前回、うん、焼肉ミラクルに行った時に今月で、うん、中野が終わりだっていうことを、うん、この8月いっぱい持って、うん、来る予定がなくなると。そうなんですよ、はい、はい、ということで本当に最後のね中野の焼肉動画になってしまうんですけども、うん、今回はこのお店、こうじゃん、やみつき商店、はい、行ってみましょう。ハラミ、タン塩、王道でございます。タン筋も行く、おお、タラミ、ハイボール行きましょう。はい、はい、やっぱね、タン塩頼んだんで、このレモンと、塩の魚肉サラダ来ました。美味しそうやな。これはね、ちょっと苦味もあって、ごま油が美味しい。ではいただきます。うん、美味しいね、春菊美味しいね。これは結構お店のおすすめでもあって楽しみです。この分厚さは来たよ。おいしい、おいしい、うん、すごい歯ごたえ、おいしい、おいしい。では、タン筋行ってみましょう。はい、綺麗やな、うん、綺麗でね、行ってます、うん、塩かな、多分今日は味付けはお店のお任せだったけど、スガロースですね。うん、うん、美味しい、肉の旨味も美味しい。
旨味と脂が美味しい。ではスライってみます。これまたすごい寿司が入るのと、あのこの寿司が入ってるのが特徴ね。これはまた美味しそう。うん、素晴らしいね。感じられるね、これは。うん。うまい。では、ハラミいきます。飾り包丁が入ってて、うん、歯ごたえいいね。焼肉は、うん、中野の中で、うん、ミラクルとここのやみつき商店さんは、うん、もうこの2つは本当すごいよね。そうだね、うん、肉質といい、うん、やっぱりその味といい、うん、やっぱり安定の美味しさという感じで、うん、本当に若干このやみつき商店さんは照明がちょっとおしゃれな感じ、ね、うん、感じのね照明で、要は蛍光灯の色じゃないんですか。そうです、肉の鮮やかさをやっぱり、ね、やっぱりね、カメラを通すとなかなか伝わらないっていう残念なところがあるんですけども、味は本当に保証付きっていうか、本当に美味しいですよ。うん、うん、
でじっくりね、うん、飲みたいお店ですよね。ほんとね、うん、やっぱり時間があるときにゆっくり行きたいですね。はい、うん、もう、うん、まあ、3年間この長野に通ったんですけども、うん、3年間の中で一番行った焼肉屋さんがこの2つっていうんですね。はい、あ、それこそね、ロイドご飯が始まる前から言ってましたからね。そうだよね。そう、ということで、うん、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。